見えんじゃねえやこれだって、ね、ビジョンにつけてると、もちろん、いいです。マツケンチューブ。はい、どうも、ご無沙汰しております。はい、できましたか。お願いします。はい、はい、はい、なんとか作ってまいりました。今回、作詞をお願いした清原拓磨と言います。清原拓磨です。お願いします。ありがとうございます。紹介をしますけど、はい、松平健さんです。はい、知ってるよね。知ってます。知ってます。で、彼はですね、演出やったり、役者でもあり、舞台の方から初めて、はい、虎のマジックを使える人なので、なんかね、前回の打ち合わせで、なんかそういうところから始まって、誰がいいかなと思った時に、ちょっとパクマにお願いして、はい、2曲作ってまいりましたが、ちょっと数日前からしもしが、はい、やっぱ聞かすのやめようかって呼んで、いやいやいや、まずですね、うん、1曲目の方から、見ましょうか。はい、そのみんなで明るくっていうやつ。そうですね、はい、この前の配信を見て、いろいろ考えて、いろいろ考えたんですけど、ミュージカル調にしてみました。検査もやってほしいなっていうようなことをちょっと。タイトルが、はい、どんなタイトルだと思います？想像つかない。想像できないですね。こちらです。読んでみてください。中端チョッポ。そうです。中端チョッポ。中端チョッポ、中端チョッポという曲を作ってまいりました。はい、何語なの？はい、造語です。造語、はい、造語です。あの、一応ね、コンセプトとかいろいろ話をしたら、うん、まずこの曲は詞が上がってきたんですよ。お、あ、先に、うん、もうで、すごくね、ケンさんのこともいろいろ調べてくれて、はい、熱く熱くふざけた曲を作ってくれました。真面目な、真面目な、はい、行ってみましょうか。はい、前置きが、前置きだな、はい、最初ちょっとインから入りますけど、その夜泣いてしくしく散歩に出た僕、いろいろとアイデアがいっぱい膨らんでるんですよ。歌詞、じゃあまだ歌詞渡しますか。なんか明るく楽しくっていう話を聞いて、うん、でなんかいろんな楽しくなり方があるなと思ってたんですけど、なんかみんなでワイワイっていうよりは、その楽しい瞬間がなんで楽しいのかすごい重要だなと思って、なんかやっぱりケンさんってスーパーマンだなと思って、なんかこう人を楽しくしたいっていう、うん、そこを入れ込みたいなと思ったんですよ。でこのおまじないを入れるっていうのは前回のしもしのあれであったじゃない。でじゃあそのおまじないがなんか昔からあるおまじないとか、うん、なんか合言葉なのか何なのかなと思った時に、うん、やっぱりなんかケンさんが元気になるおまじないを僕らにくれる話がいいなと思ったんですよ。でなんか言葉って結構その言葉自体に意味があるっていうか、うん、誰が何でくれた言葉なのかが大事じゃないですか、うん、だから前半で落ち込んでる主人公が出てきて、うん、出会ったこう中端チョッポっていうネズミのすごい人が出てきて、うん、でこれをって言って、でそれがだんだん最初の一人からみんなの合言葉になっていくし、うん、一人で家にいる時も、うん、一人でこうやって
唱えてる間に元気になれるといいなと思うし、親が子供のためにこの曲歌ってあげるとか、うん、友達にやってあげるとか、うん、やれるといいなと思ってこういう歌詞にしました、うん、一番簡単なのは多分そのケンさんがお一人で立たれてやるってやつなんですけど、うん、全部の配役をね、そうこれ僕の中で一番は、うん、その夜泣いてしくしく散歩に出た僕、これ、うん、小学生男子なんですよだから小学生男子の役作りで、うん、ケンさんがまず歌ってもらって、でまた2番で暗いところかな、これ2番は、まあ、OL さんかな夕方泣いてめそめそ職場で働く私ロッカーの扉で、これもケンさんにね、うん、そのような格好をして、うん、そのような格好をしていただいて、素舞台で、まあ、体でこうお芝居していただくバージョンと、うん、もちろんアニメーションもいけるだろうなと思うし、うん、またあの動画でこうやるんだったら、うんね、いろんな格好をしたケンさんのやつをこうやっていくっていうのもありますし、うん、まあ、一番やりたいのはでもやっぱりその舞台ステージ作って、うん、暗い芯を歩いてくるところで、これ多分発展系は、最初の落ち込んでる役はなんか別のキャストでもいいかなっていう気もするんですよ、うん、あのその都度ゲストさんと、うん、でちょっと歌詞をいじってもいいから、うん、あ今日はこの人がやるんだみたいなね、うん、やっていただいて、そこになんかバックサスかなんかで中間ちょっとかとちょっとしてでみんなが踊りに入ってくるみたいなことにしていくと、多分これをこの遊びを子供たちもいろんなところでできるじゃないですか、うん、人気者の先生が中間ちょっと役やったり、うん、俺やるとか、うん、くしくも皆さんマスクが必須じゃないですか、うん、ネズミのマスクみたいなの作ったりとかして、それぞれが中間ちょっとになれるし、なんか落ち込んでる子がいたらそこでみんなでわーって言ってなんかね、自分を捉えてあげるみたいな現実的になんかね、うん、遊べるかなと思っていて、うん、いかがですかこれだともうなんか映像を作りたくなっちゃうね、もうすごい作りたくなっちゃう、映像っぽいですよね、はい、怒られるの書くんですけど、ちょっとつけてもらっても試しに、試しにつけてもらっていいですか、これだってね、ドッつけてるあ、もうつけた、うん、中間チョッパーですね、これね、うん、はい、あ、もう当然マスクね、これ感じでお主、そんなに泣いてかわいそうにってやるのめちゃくちゃいいじゃん、うん、あ、面白い、いいです、あ、うわ嬉しい、マスケンチューブ、はい、どうぞ、はい、はい、はい、こちら、こちら光巡る場所っていう、うん、どこに向けたらいいのか失礼しました人がいて、その人の世界に光が必要だなと思って、うん、延々と旅をする男の曲です、うん、だから多分ずっと暗い場所とかを、ね、その、まあ、雨風に打たれたりなんか荒波のある海を行ったりしてずっと光を探して帰ってくるからねっていう、うん、もうその人に笑ってほしい一心でずっと旅をし続ける、まあ、最後光巡る場所っていうのは散々泣いてきてるから、うん、まあ、朝露のイメージっていうかいっぱい水滴だらけなんでしょって、うん、泣いてるんじゃない、大丈夫、うん、俺が光を持ってきたら、うん、その分全部キラーって輝くからって信じて、うん、光さえあれば大丈夫だからって言って、ちょっともう時空も超えて何十年何百年ずっとそれで旅をしていく男みたいなイメージで書かせて
大元にあるのがやっぱ健さんが皆さんに楽しんでもらいたいとか、うん、喜んでもらいたいっていうのを健さんがえいってやることの美しさというか、うん、多分それが表現できるといいなと思うんですよね。他のどこを見てもどこを見てもみんなを楽しませたい、ああいうところってやっぱりちょっと並々ならぬエネルギーを感じたんですよ、うん、でその実際にそうしてらっしゃるじゃないですか、うん、もうずっとそれ自体がすごい光だなと僕は思って、うんうん、光を届けるんだって言ってる それが光なんだよって音楽的なことで言うと僕はケンさんもすごくいい感じのキーのあたりをちょっと狙ってはいるので、もしかすると、うん、想像はちょっとついてるんですけど、健さんの音はこうなるかなみたいな。すごい聞きたいです、僕、個人的に。本当に、すごい聞きたい。すごい聞きたい。ねえ、シーンで歌ってみたいね。ありがとうございます。うん、こちらの曲はメロディー専攻で作って、中三十歩は作詞の先だったんですね。そういうのが、今回なかなか面白い組み合わせができたなと思います。ねえ、大人の旅だからね。これはまずちょっと映像にしたいもんね。で、ちょっとね、そう。あれよ、前宮脇明弘さんが、はい、炭鉱の歌、はいはい、ああいう感じがいい、ね。ああ、うん、いいですね。うん、暗 いね、そうそう、はいはい。暗い中でね、こう、はい、ポンと押さす。そういう、うん。なんかあれ一つの映画を見たみたいな気分で、なりますよね。ずっと頭の中でその景色。うん。うん再生されるじゃないですか、うんね、すごいよね。うんうんうん、気になることありますか。いやいや頑張ります。マスケンチューブ、お疲れ様でした。お疲れ様でございました。僕は演劇をやっておりまして、お盆浪という劇団をやっていて、そこから脚本演出俳優と、あとはまあちょっと言葉の仕事とかをやるようになって、その人はでもうなんか一緒にいろんなことやったりしております。どうでした。楽しかったよね、とてもね、うん、すごいむ難しかったけど、だからケンさんと俺も年齢がもちろん全然違うから、うん、かといって俺がケンさんぶって書くのも違うからっていう距離感をこう整えるのに時間がかかった、うんうん、中短チョップは先に出たできたもんね。中短チョップ、そうだね、びっくりした俺、あれは不安だったんですけど、割と好感度職だったような感じがします。いや、ワクワクするもんだってあれやるの。ちょっと、ね、見てみたいよね、なんかね、あの曲は家族でやったり友達同士でやったりとかってなったらいいなという気はしてるので、ケンさんが世界中にくれるおまじないだよね、うん、あの曲がね、そう、そう、そうなりたいね、そうね、そう、そう、そう、それで作ったので。最初の中短チョッポっていう曲は、まあ、本当にミュージカルかなと思うぐらい、なんか芝居がかった、まあ、楽しい曲だと思います。ただそれが今までやっぱ歌ったことがない、あんな結構呪文のところが早口なんで、まあ我々の年代からするとちょっと難しいかなというね、多分若い子でしたらパッパッと覚えられるんでしょうけども、まあとにかくあれを早くなんかこう映像にしたいっていう思いですね、うん。バラードはやっぱりもともとちょっと歌いたかったなっていう思いがずっとあったんで、まあ久しぶりにいいメロとやっぱりその男の世界っていうんですか、やっぱり旅をしながらやっぱり光を見つけるっていう、なんかとてもロマンチックじゃないでしょうかね。やっぱりこうしんみりと聴いてもらえばいいかなっていう曲じゃないですかね。はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録ボタンをクリック。次回もご視聴よろしくお願いします。